こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい。ヘイスミスベースボーカルのユージです。今日の企画はですね、ヘイスミスの新曲、Feel My Pain 本人が弾いてみた&解説してみたです。いつもね、猪狩さんが新曲出るたんびにこうやって解説とか弾いてみたをやってると思うんですけど、今回はベースの俺もちょっとやってみようかなということで、今日この曲になっております。やったことないんでこういうのちょっとすごい緊張してるんですけど、頑張りたいと思いますので最後まで見ててください。いつもヘイのライブで使ってる、あとレコーディングも使ってるんですけど、メインベース青色のやつあるんですけど、ちょっとそれは今日手元にないので、去年一目惚れして買ったこのエドワーズのベースで、弾いていきたいと思います。 Feel My Pain 結構難しいと思うんですけど、メタルだったりとかパンクだったりとかスカだったりとか、あと今回はボサノバのパートもあったりとかして、そのジャンルの切り替えが結構多いんで難しいんじゃないかなと思うんですけど、弾けるようになったらすごい楽しめる一曲になってると思いますので、皆さんぜひチャレンジしてみてください。はい、じゃあ早速弾いていきたいと思います。怪しいとこありましたが、だいたいこんな感じです。はい、あー緊張した。じゃあとりあえず解説していきたいと思います。じゃあイントロの説明していきたいと思います。この曲フォーカウントから始まって、いきなりえげつないギターのリフが来るんですけど、ベースは、ドラムのキメと一緒に合わせる感じです。最初は、開放の E で、その後に、D と F か、これが来て、その後に、ハイ E で、C、D、B って感じですね。っていう感じになります。で、この後はえげつないドラムのブラストが来るんですけど、そこは基本的にまず解放。で、さっきのリフ。これですね。この後の本セクションが入ってくる、
イントロなんですけど、ここはコード的には A、F、G ですね。はい、こんな感じです。で、A メロなんですけど、この曲の A メロはコード的には A、G、A、G、A、G 行って、F 行って、解放の E ですね。で、このランニングの部分なんですけど、A のルートを行って、でその5度の E と、ここ行ったり来たりする感じです。で、G も一緒。これですね。で、これを、もう一回繰り返して A メロをやります。で、この次、B メロ。コード的には F で G で、もう一回 F 行って、最後解放です。はい、結構シンプルですけど、この休止ね、ここをしっかり切ってあげてください。で、このあとサビに入っていきます。コード的には F、G、A 行って C、 これが一回し目です。で、二回し目が F、G、A、Aっていう感じになります。サビのとこですね。 I say love you。 っていう感じになります。歌詞間違えたですねもういいか。で、まあ、ここは普通のよくある2ビートのオーソドックスなストロークになります。で、この後なんですよ、問題が。急にボサノバが来ます。散々ね、パンク魂でこうサビ歌った後にいきなりこのボサノバが来るんで、結構ねブレーキをかけるイメージでいかないと、走っちゃいます。これ、俺レコーディングは確か指でやりました。そっちの方がね、ボサノバの感じが出るんで、ここのパートのポジションなんですけど、ちょっとボサノバパートはちょっと近づいて弾いてみようと思うので、ちょっと分かりにくいかもしれないけど、よく見てください。ハイの F から始まります。こんな感じです。分かったかな。まあ、よく見えなかった人は耳コピーしてください。はい、で次、ギターソロか。ギターソロはコード的には F、G、解放の E で A。で、2周目が F、G、A、A になります。次が、8ビートですね。コードは最初は F、G、解放の E で A で、次が F、F、G、G って感じです。はい、ここはね、すごいシンプルで簡単なので多分大丈夫かなと思います。じゃあ次のサビですね。ここ白玉です。 I say no goodここ最後決め。で、この次のフレーズですね。で、次またサビに入ってます。で、ここからちょっと歌メロが変わるサビなんですけど、まあ、そこはそれに合わせてコードも変わってて、F、G、A 行って、次解放の E が来ます。はい、最後ここ決めて、でまたサビに帰ってきます。
夢に帰ってきます。でこの後なんですけど、結構えぐいことになってます。これなんですけど、まあ、基本は4弦のこの開放の E の音と、あと3弦の D シャープから、半音ずつ加工していく感じですね。で、ここでポイントなのが、このっていくときに、この4から3弦に行くときに、前の4弦の開放の音がちょっと残っちゃうと思うので、ミュートしてあげた方がいいんですけど、俺の場合はこの親指でこうちょっとクッと中に入れる感じで、4弦に軽く触れてミュートしてます。ちょっとこう動いてるのは分かると思うんですけど、これでやってあげると割と音ミュートできるかなと思います。まあ、右手でミュートする人もいると思うんですけど、まあ、どっちでも大丈夫です。で最後はもうっていう感じで終わりです。はい、こんな感じになってます。ちょっとね、説明が下手なんで分かりにくいところもあったと思うんですけど、まあ難しいけど、弾けるようになったら、冒頭でも言ったように、すごい楽しい一曲になってますので、ぜひチャレンジしてみてください。では今日はこんなところで終わりたいと思います。バイバイ。